逃げるべきかしら。はい。では、姉様。そうしましょう。スズラちゃん？
仕方ないよね。ケイお姉さん？あれ？また襲っちゃうかもですよ。別にいいよ。ケイお姉さん？お姉さん、気がつきました？Thank you.
双子かどうかは知らないけど、のぞみは主のしもべだよ。ああ、思い出しました。確か私のご先祖様がここ蛇塚で起きた神隠し事件を解決しているんですよ。神隠し？その神隠しを起こした犯人は血を吸う双子の鬼でして、のぞみとみかねという柱に封じられた主のしもべなんですが、彼女たちが主を封じた柱の封じを解こうとしたことが事件の発端なんだそうです。つながりましたね。ケイお姉さんが最初に襲われた赤い蛇と、夕べの双子の鬼と、盗まれた鏡とが。鏡って、郷土資料館から盗まれたやつ？頭の片隅に何かが引っかかってたんですけど、なんで今の思い出さなかったんでしょうか。それで鏡がどうつながってくるの？鏡は鏡で蛇の目なんだよね。まあそういう基準でより城を選んだのかもしれませんね。あの鏡が双子の鬼の本体で、私のご先祖様はその鏡を封印して村の長者に事務を託したそうなんですが、それが郷土資料館にあったってことは寄付でもしたのかな。そういうことかい。そう言って？何でもないよ。過ぎたことだし、話を続けな。続けると言っても大体こんなところですけど、こうなってきますと宇月さんの追っている鬼も関係してきそうな勢いですね。そういえば千葉さん、郷土資料館に来てたね。明らかに鬼の仕業であろう事件がありましたからね。その線をたどっているうちにあそこへたどり着いたというわけです。私の追っているこの鬼も。事件の起きる前日、郷土資料館に入館しているそうです。じゃあこの男の